GNOME 2.28KDE4X ZAFS 4.6X Window システムとは、ビットマップディスプレイ上で、Window システムを提供する表示プロトコルである。リファレンス実装として、XORG サーバーがあり、標準ツールキットとプロトコルを提供し、ユニックス系オペレーティングシステムや、o p e n w e m s などでのグラフィカルユーザーインターフェースを構築するのに使われる。 他の多くの汎用 OS にも移植されている。X は1984年、マサチューセッツ工科大学が開発した。現在のバージョンである X11 は1987年9月に登場した。現在は XORG ファンデーションが X プロジェクトを主導している。リファレンス実装であるバージョン11リリース7.3はフリーソフトウェアとして、 MIT ライセンスおよび類似のライセンスで提供している。X は GUI 環境構築のための基本フレームワークやプリミティブを提供する。ウィンドウを画面上に描画したり、移動させたり、マウスやキーボードを使ってやり取りする。X はユーザーインターフェースを規定しない。それは個々のクライアントプログラムの管理下にある。 そのため、X に基づいた環境の見た目は様々である。プログラムごとにインターフェースは異なる。X は OS の中核には含まれない。アプリケーション層構築の基盤となっている。それ以前の表示プロトコルとは異なり、X は表示機器に付属したシステムではない。ネットワークコネクションを通して使うことを意図して設計している。X の特徴は、 X プロトコルという画面表示や入出力時に利用するプロトコルがネットワーク等価だということである。そのため手元のマシンの表示と遠隔のマシンとの表示で表示方法に差がない。このことはネットワークを利用したユニックスワークステーション群で GUI 表示を行うのに便利でありユニックスマシンの普及とともに X も普及していった。X は クライアントサーバーモデルに基づき、X サーバーが各種、クライアントプログラムと通信する。サーバーはグラフィカルな出力要求を受け付け、ユーザー入力をクライアントに送信する。X プロトコル自身は、ハードウェア環境に依存しない。そのため、XWindows システムが動作するマシンは、ユニックスマシンだけとは限らない。Windows 上で、X サーバーを動作させる。 通称 PCX サーバーというソフトウェアやハードウェアで X プロトコルを処理する通称 X 端末も存在する。特に X 端末はユニックスマシンが非常に高価な時代に GUI だけを安価に表示、処理できる機器としてよく利用された。このクライアントサーバーという用語はしばしば新規の X ユーザーを混乱させる。なぜなら用語が逆に使われているように見えるからである。 しかし X はエンドユーザーではなくむしろアプリケーションから見た考え方をしている。X はディスプレイや I をサービスをアプリケーションに提供している。そのためサーバーである。アプリケーションはこれらのサービスを利用している。そのためアプリケーションはクライアントである。この例では X サーバーがキーボードとマウスの入力を受け取り画面に表示する。Web ブ,ブラウザと 端末エミュレータがローカルに動作しており、システムアップデーターがリモートのサーバ上で動作しているが、それを制御しているのはローカルのマシンである。リモートアプリケーションはローカルに動作するのとなら、変わりなく動作することに注意されたい。サーバとクライアント間の通信プロトコルはネットワーク透過性を備える。クライアントとサーバは同じマシン上でも動作するし、 別々のマシン上でも動作する。双方のアーキテクチャや OS が違っていても構わない。クライアントとサーバー間の通信は、インターネット上でもトンネリングによって安全に行うことができる。X クライアント自体が、X サーバーを内包し、複数のクライアントに対して、サーバーとして動作する構成も可能である。これを、X ネスティングと呼ぶ。ズニストやゼファは、 XNESTING をサポートしたオープンソースのクライアントである。リモートのクライアントプログラムをローカルなサーバで表示するには端末エミュレータのウィンドウを開き、テルネットあるいは SSH でリモートのクライアントアプリケーションを起動し、入出力先をローカルに指定してクライアントを起動する。クライアントアプリケーションはローカルサーバーと接続され、 ローカルマシンのディスプレイと入力機器を使って動作する。またローカルマシンはリモートマシンに接続し、クライアントアプリケーションを起動する小さなプログラムを実行することもできる。リモートクライアントの実用的な利用例として次のようなものがある。1984年、ボブ・シャイファラーとジム・ゲティスは X の基本原則を以下のように定めた。 戦闘の原則は X11 の設計時に具体的アプリケーションがそれを必要としていることを知っている場合に限って新たな機能を追加せように修正された。X は大体においてこれらの原則に従ってきた。参考実装は拡張性と改良を視野に入れて開発されており、1987年当時のプロトコルとほぼ完全な互換性を維持している。X は 意図的にアプリケーションのユーザーインターフェースの使用を含まないようにしている。ボタン、メニュー、ウィンドウのタイトルバーなどである。代わりに、ウィンドウマネージャー、GUI ウィジェットツールキット、デスクトップ環境、アプリケーション固有のグラフィカルユーザーインターフェースなどがそのような詳細を定義し提供している。そのため、典型的な X のインターフェースを示すことは不可能である。 ウィンドウマネージャーはアプリケーションのウィンドウの位置と見た目を制御する。そのインターフェースは Windows や Macintosh と似ているものもあるし、全く異なるものもある。実用本位のウィンドウマネージャーもあればデスクトップ環境に近い機能を持つものもある。多くのユーザーはデスクトップ環境を通して X を利用している。デスクトップ環境にはウィンドウマネージャー、 各種アプリケーションなどが一貫したインターフェースで含まれている。GNOME、KDE、ZAFS などが主なデスクトップ環境である。f r e e d e s k t o p o r g はデスクトップ環境間の相互、運用性を高めることを目的としている。X サーバーはグラフィカルなデスクトップでのキーボードとマウス操作を管理している。そのため、 一部のショートカットキーは X サーバーと結びつけられている。Ctrl ALT Backspace は通常、現在動作している X セッションを終了させる。Ctrl ALT とファンクションキーの組み合わせは一般にバーチャルコンソールに連携している。ただし、これは個々の X サーバーの実装の詳細であり、常に同じとは限らない。例えば、Windows や Macintosh で動作する。 X サーバーではそのようなショートカットキーは提供されない。XORG サーバーはリファレンス実装として x ウィンドウシステムの正式な実装として扱われる。フリーソフトウェア、プロップライエタリーソフトウェアの実装が複数存在する。商用ユニックスベンダーはリファレンス実装を採用し、それを自身のハードウェアに合わせて修正し、 独自の拡張を様々に凝らすことが多い。2004年まで X フリー86がフリーなユニックス系システムでの X 実装の事実上の標準だった。X フリー86は X を8386搭載のパーソナルコンピュータ上に移植することから始まり、1990年代末頃には X のデファクトスタンダードの地位を得ていた。しかし、2004年に XORG サーバーが XFree86 のライセンスの変更を機にして派生し、こちらが主流となっていった。X と Unix の組み合わせはよく知られているが、X サーバーは他のグラフィカル環境用にも存在している。Windows や MacOS などの他の Windows システム上で、X サーバーを動作させる場合、統合のさせ方がソフトウェアによっていろいろあり。 XORG サーバーでは Windows と MacOS では以下の方式の最初の3つをサポートしている。Unix 系ではフルスクリーンだがそれ以外は ZNIST によりサポートしている。h a p および v c の o p a n b m s には X と CDE が標準のデスクトップ環境として含まれている。OS-9 にもかつてメーカー純正の X サーバーがあった。 XORG サーバーは MacOS での動作をサポートしており、X11 アップとして公開されている。MacOS 10 V10.5 V10.7 では標準搭載されていた。MacOS 10 V10.3 では、XFree86 4.3と X11R6.6 に基づいた X11 アップが MacOS 10に統合されていた。 10.5以降は XFree86 ではなく、XORG サーバーになった。古い MacOS7 などにもサードパーティー製の X サーバーがある。XORG サーバーはシグウィン併用の形で Windows での動作をサポートしており、シグウィン X として公開されている。それ以外にも他のグループによる各種実装が存在する。 Xorg サーバーから派生したものもあれば、一から実装されているものもある。フリーソフトウェアとしては、ウィアード・マインド、ウィアードックスなどがある。プロプライエタリーソフトウェアとしては、アステック、X、エクシード、リフレクシャンクス、ワイドックス、ザ・マナジャー、X ディープ、三十二、スミング、X ウィン、三十二、X ビジアにエクリプスなどがある。かつてはソフトウェア。 32、ダイナウィンクス、PC、ザウェア、スーパー、X、エクセダスォ Windows という商品もあった。これらは通常、リモートの X クライアントを表示、制御するのに使われる。名語、前も、事前、Ubuntu Touch など各種、Linux スマートフォンタブレットでも、XWindow システムが使われている。ネットワークコンピューティングデバイセス製の NCD-88。 KX 端末 X 端末は X サーバーを実行する新クライアントである。これはユニックスワークステーションが効果だった頃、大きめのサーバーを複数人で共有し、各人がグラフィカルな環境を使えるようにする安価の手段として人気となった。また、これは MIT のプロジェクトが本来想定していた方向性でもある。X 端末は ネットワーク上で X ディスプレイマネージャーコントロールプロトコルを使って利用可能なホストを探す。まず最初のホストで X ディスプレイマネージャーを起動する必要がある。専用ハードウェアとしての X 端末はその後少なくなり、より安価な X サーバ用端末として PC や新たな新クライアントが使われるようになっている。ヘーターズハンドブックは 一つの章を割いて、X の問題を論じている。h ワイ x is not our ideal window system は、X プロトコルの問題を詳細に論じ、改善の方法を示唆している。X は、ユーザーインターフェースの使用やアプリケーション間通信の使用を意図的に含まないようにしている。このためそれぞれ全く異なったインターフェースが生まれ、アプリケーション間の連携を阻む原因ともなっている。 石 CM はクライアントの総合運用に関する仕様だが、まさしく実装するのが困難なことで有名である。モチーフと CDE も標準化の試みだったが、解決策とはならなかった。この問題はプログラマやユーザーを長い間悩ませてきた。2007年現在、アプリケーションのルックフィールとアプリケーション間通信の一貫性を保つためには、 特定のデスクトップ環境あるいは特定のウィジェット、ツールキットを採用してプログラムを作成するのが一般的である。X プロトコルは音声を全く扱わない。そのため、サウンドカードの制御も含めた部分は OS や OSS や Arza などのオーディオシステムが分担している。多くのプログラマは OS 固有のサウンド API を使っている。 クライアントサーバー型のサウンドシステムとしては、古くはプラやネットワークオーディオシステムがあった。その後、イスンド、アーツなどが開発された。2001年、XORG はこの問題に対処するため、メディアアプリケーションサーバーの開発を発表した。しかし、これらはいずれも根本的な解決策とはなっていない。 SSH 上で X11 アプリケーションをトンネリングしている例、X クライアントをある X サーバからデタッチし別の X サーバに再アタッチすることはできない。しかし、X とは別の遠隔操作方法であるバーチャルネットワークコンピューティングではそれが可能であり、一部のアプリケーションやツールキットではそのような機能を提供している。 X サーバとリモートの X クライアントの間の通信トラフィックはデフォルトでは暗号化されていない。そのため悪意あるものがランアナライザーを使えばそれを覗き見ることができるので注意が必要である。X の設計ではクライアントとサーバはそれぞれ独立して動作する。ハードウェアからの独立性やクライアントとサーバの分離などのオーバーヘッドは OS 内に グラフィックス機能が統合されているシステムにはないものである。X が適切な性能を発揮するには 4MB から 8MB の RAM を必要とすると言われている。これは1990年代中頃までは Windows や MacOS に比較すると大きかった。Windows Vista、Windows Server 2008以降の Windows に搭載されている。 WDDM や OS10 のクオーツは X のようなクライアントとサーバーの分離を行えるようになっている。オーバーヘッドの大半はネットワーク上のラウンドトリップタイムによるものである。性能問題を解決するにはそのレイテンシを考慮したアプリケーション設計をする必要がある。X のネットワーク機能が過度に複雑であるためにローカルで使っても性能に悪影響があるという 誤解を持つ人が多いが、現在の X の実装では、ローカルな接続では、単にソケットと共有メモリを使うので、X 固有のオーバーヘッドは、ほとんどない。ディスプレイサーバー本体や、ディスプレイドライバーの実装は、安定しているが、Windows 系システムとは異なり、ディスプレイドライバーがクラッシュした場合、直前までの表示内容は失われ、X サーバー本体と、 X クライアントアプリケーションを手動で再起動しなければならない。そのため監視システムやインフラ制御システムなどのミッションクリティカルな GUI アプリケーションの利用には注意を要する。ユニックス系システムではグラフィックス表示には X が使われるのが普通である。しかし X の代替となるシステムを開発しようという試みはいくつかある。歴史的には 3マイクロシステムズのヌズ、ネクストのディスプレイポストスクリプト、日本製の GMW があった。クオーツ開発者の一人であるマイクパケットは、アップルがディスプレイポストスクリプトから X に移行せずに、独自の Windows サーバーを開発した理由として、アップルが必要とするすべての機能を X11 に追加してみたら、X11 とは似ても似つかないものになり、 他の X サーバーとの互換性も失ってしまったと説明した。他にもフレスコや Y ウィンドウシステムといった X を置換することを意図したシステムもある。しかし、X との互換性を無視したこれらのシステムは今のところ広く受け入れられてはいない。ミアやウェランドは互換性を重視していることもあって一応 Linux Distribution やプレインストールでの採用実績があるが、 大きな流れには至っていない。ハードウェアを直接操作することで、X のオーバーヘッドに対処しようとした競合システムもある。ダイレクトレンダリングインフラストラクチャは、ほぼ同等の機能を、X 内でモジュール化したものといえ、それら競合システムの努力が無駄になる可能性もある。しかし、組み込みシステム用 Linux では、ドライのリアルタイム性は思わしくなく、 そのような応用に X は今のところ不向きと言える。グラフィックス関連のサービスでネットワークとお過性を達成するその他の手段には以下のものがある。X 以前にもビットマップディスプレイを使ったシステムは存在していた。ゼロックスはアルトとスターを開発している。Apple はリザとマッキントッシュを開発した。ユニックス関連では アンドリュープロジェクトとロブパイクのブリッド端末がある。X の名称はそれ以前の w ウ i n d o w システムの後継であることから名付けられた。w ウ i n d o w システムは V という OS 上で動作した。W はネットワークプロトコルを使って端末やグラフィックウィンドウをサポートしサーバ側でディスプレイリストを管理する。1990年代初期の x ウィンドウ システムによるデスクトップ。TWM、ザタム、x p i f f スロード、グラフィカルなマンページブラウザなど、MITX コンソーシアムのディストリビューションにあったアプリケーションが動作している。X の考え方が、MIT で生まれたのは1984年、ジム・ゲティスとボブ・シャイファラーによるものであった。シャイファラーは、アーガスというシステムのデバッグ用の表示環境を、 必要としていた。プロジェクトアテナではプラットフォームに依存せず、マルチベンダーシステムで利用できるグラフィックスシステムを必要としていた。当時、カーネギーメロン大学のアンドリュープロジェクトで、ウィンドウシステムが開発中だったが、ライセンス提供を受けることができず、他に代案もなかった。解決策として、 ローカルなアプリケーションも動作させることができ、リモートでも動作させることができるプロトコルの開発という考えが生まれた。1983年中頃、W が UNIX に移植された。1984年5月、シャイファラーは同期型だった W のプロトコルを非同期型に変更し、これが X バージョン1となった。X は 世界初のハードウェアやベンダーに依存しない、ウィンドウシステム環境となった。シャイファラー、ゲティス、ロン・ニューマンが開発を進め、X は急速に進化していった。1985年1月にはバージョン6をリリース。当時、ウルトリックスを搭載したワークステーションをリリースしようとしていた DEC は、X の搭載を決断した。DEC の技術者が X6 を、 d e c の QVSS ディスプレイ付きマイケルバックスに移植した。1985年第二四半期 X はカラーをサポートし d e c バックスション2グランプリで動作した。これがバージョン9となる。MIT は X6 を外部グループに料金を徴収してライセンスしていたが X9 リリース時点から MIT ライセンスを適用することとした。 XQ は1985年9月にリリースされた。ブラウン大学のグループが IBM RTPC に XQ を移植したが、整列されていないデータの読み込みで問題が発生し、プロトコルに非互換となる変更が必要となった。このため、1985年末にバージョン10となった。1986年には外部から X についての問い合わせが増えてきた。 X10R2 は1986年1月、X10R3 は1986年2月にリリース。X10R3 では広く製品に採用されるようになった。DEC とヒューレット・パッカードは X10R3 ベースの製品をリリースし、他のグループがアポロコンピュータのマシニア、サン3マイクロシステムズのワークステーションへの移植を行い、IBM PC、 AT への移植も行われた。この頃、オートファクトという見本紙で X を使った商用アプリケーションが初めてデモンストレーションされた。X10 の最後のバージョンは X10R4 で1986年12月にリリースされた。バーチャルネットワークコンピューティングがデスクトップの共有を可能にしているように、X サーバーをそのように拡張する試みはこの頃からすでに 行われていた。例えば、フィリップ・ジェイ・ガストのシェドックスツールがある。X10 は強力な機能を持っていたが、X プロトコルはさらに広く使われるようになる前にもっとハードウェア中立となるよう再設計する必要があることが分かってきた。しかし、MIT だけではそのような全面的な再設計をするだけのリソースがなかった。 そこで DEC のウエスタンソフトウェアラボラトリーがこのプロジェクトに参加を申し出た。DEC、WSL のスモーキー、ウォレスとジム・ゲティスは DEC、WSL が X11 を開発し、それを X9 や X10 と同じ条件でフリーにリリースすることを提案した。設計は1986年5月に開始され、8月にはプロトコルが完成した。 アルファテストは1987年2月に開始され、ベータテストは1987年5月に開始された。X11 のリリースは1987年9月15日に行われた。シャイファラーが中心となって行われた X11 プロトコルの設計はユスネットのニュースグループとオープンなメイリングリスト上で盛んに議論しながら進められた。したがって、 X は最初の大規模フリーソフトウェアプロジェクトと言われることもある。1987年 X11 の成功が明らかになると MIT は X の運営責任を放棄したいと考えるようになった。しかし1987年6月に旧社の主なベンダーが集まった会議で各社は MIT に対して X をまとめていくには 中立的な団体が管理する必要があることを訴えた。1988年1月、MITX カンソティアムが非営利の業界団体として設立された。責任者はシャイ・ファラーで今後の X 開発の方向性を業界と学会の動向を加味して決定することとなった。1988年1月には、ジム・フルトン。1988年3月には、 キース・パッカードが参加し、ジムはザリブ、ホンド、ウィンドウマネージャー、ユーティリティの開発、キースはサーバーの再実装を分担するようになった。どんなコンバースとクリス・ D ・ピーターソンが同年末までに参加し、ツールキットとウィジェットを分担し、プロジェクト、アテナのラルフ・スウィックと連携して作業を行った。 MITX コンソーシアムは X11 のリビジョンをいくつかリリースしていった。最初の X11R には1988年2月にリリースされた。1993年、MITX コンソーシアムの後継として X コンソーシアム、インク、が設立された。そして、1994年5月16日に X11R6 をリリース。 1995年には、モチーフツールキットとコモンデスクトップエンバイロメントの開発管理も行うようになった。X コンソーシアム、インクは1996年末には解散し、X11R6.3 を最後にリリースした。コンソーシアム参加各社による囲い込みのような状況になったことが解散の原因とされている。1997年中頃、 X コンソーシアムインクは X の管理運営をザオープングループに移管したこれはオープンソフトウェアファンデーションと X オープンが1996年初めに合併して結成された業界団体であるザオープングループは1998年初めに X11R6.4 をリリースしたしかしザオープングループは X の開発資金を確かなものとするため、これまでのライセンス条件を変更し、これが議論を呼んだ。新たな条件では、多くのプロジェクトやいくつかの商用ベンダーでの採用が困難であった。これを受けて XFree86 が分裂しそうになると、The Open Group は1998年9月に、X11R6.24 を改めて従来のライセンス条件でリリースした。 ザ・オープングループの最後のリリースは、X11R6.4 パッチ3であった。XFree86 の起源は、トーマス・ロルト・マーク・ W ・スニータリーが1991年に、書いた PC、AT5 換気向けの X11R5 である、X386 サーバーに遡る。スニータリーグラフィックス・コンサルティングサービスはこれを1992年に、 MITX コンソーシアムに寄贈した。X Free86 は時と共に進化していき、X の実装としてのデファクトスタンダードとなった。1999年5月、ザオープングループは XORG を設立した。XORG は当時進行中だった X11、R6.5、1のリリースを実施した。当時の X 開発は壊滅寸前であった。 X-Consortium Inc. が解散した後の技術的進歩の多くは X-Free86 プロジェクトで生まれた。1999年、X-Free86 は XORG の名誉会員となり、X-Free86 と Linux を製品に使いたいと思っていた多くのハードウェア企業がこれを歓迎した。2003年までに、 Linux と X の組み合わせが非常に一般的になってきても、XORG は活発にはならず、やはり開発の中心は XFree86 であった。しかし、ここで XFree86 内で大きな意見の相違が発生した。XFree86 はあまりにもガラン的開発モデルであり、開発者は CVS にコミットアクセスできず、ベンダーは 多数のパッチを保守する必要があった。2003年3月、X-Free86 からキース・パッカードが追い出された。彼は MITX コンソーシアムの消滅後に、X-Free86 に参加していた。XORG と X-Free86 は、X の開発を推進するための組織改編についての議論を開始した。 ジム・ゲティスは2000年頃からオープンな開発モデルが必要であることを強調していた。ゲティスとパッカードは他の何人かとともに効率的な X のオープン開発の要求仕様について議論を開始した。そして X11R6.4 のライセンス問題の結果、XFree86 バージョン4.4はより制限されたライセンスで2004年2月にリリースされ、 X を使っている多くのプロジェクトでこれを使うのが困難になった。追加された条項は BSD ライセンスの宣伝条項に基づいており、フリーソフトウェア財団もデビアンもこれを GNU ゼネラルパブリックライセンスと非互換であるとした。このライセンス問題とソース修正の困難さから多くの人が分裂の気が熟したと感じていた。2004年はじめ、 xorg と fredesktop.org e の様々な人々が集まり、xorg ファンデーションが結成され、ザ・オープングループは x.org というドメイン名の権利を譲渡した。これにより、x の管理運営は大きく変化した。1988年以来 x の開発運営は業界団体が行っていた。しかし、 XORG ファンデーションはソフトウェア開発者が主導しバザールモデルに基づいたコミュニティによる開発であり外部からの参加に依存している個人参加も可能で企業がスポンサーとして参加することも可能である現在ヒューレットパッカードなどの企業が XORG ファンデーションに援助しているファンデーションは X 開発における監督的役割を担う 技術的判断はコミュニティでの合意形成によってなされ、何らかの委員会で決定されるわけではない。これは、GNOME ファンデーションの非干渉主義的、開発モデルに非常に近い。ファンデーションは開発者を雇っていない。2004年4月、XORG ファンデーションが XFree864.4RC2NX11R6.6 の 変更をマージした X11R6.7 をリリースした。ゲティストパッカードは従来のライセンスの X386 の最新版をベースとしてオープンな開発モデルを採用し GPL との互換性を維持することでかつての X386 開発者の多くを呼び戻した。2004年9月 X11R6.8 がリリースされた。これには 多くの新機能が追加された。また、外部アプリケーションとして、コンポジット型ウィンドウマネージャーと呼ばれるもので見た目のポリシーを提供できるようになった。2005年12月21日、XORG は従来からのユーザー向けにモノリシックなソースコードである X11R6.9 と同じコードをモジュール化して分割した X11R7.0 をリリースした。 2006年5月22日、多数の機能強化を施した X11R7.1 をリリースした。XORG Foundation と FREEDESKTOP.ORG により、X の中核部分の開発が再び加速された。これらの開発者は、単にベンダーによる製品化のベースとしてだけでなく、使用可能な最終製品として、 今後のバージョンをリリースしようとしている。ハードウェアや OS との関係を限定するため、XORG は表示用ハードウェアへのアクセスをオパングルとダイレクトレンダリングインフラストラクチャだけにすることを予定している。ドライは XFree86 バージョン4.0で登場し、X11R6.7 以降で標準となった。多くの OS がハードウェア操作のためのカーネルサポートの追加を 開始している。開発元の XORG ファンデーションは、このソフトウェアを以下のいずれかの名前で呼ぶことを求めている。かつてはよく間違われたが、XWindow システムは、XWindow というシステムではなく、10という Window システムである。また、XWindows という表記は誤りである。X11R7.7 を最後に、XORG として、 全パッケージをまとめてリリースするのを終了し、モジュールごとに個別にリリースする仕組みとなった。XORG サーバーなど各モジュールの開発は続いている。ありがとうございます。